なんかツイッターのね、ツイッターでね、なんやっけな、俺いいねしてるやつあんねんけど、あ、52歳の母が粗品さんと写真撮れたのすごく喜んでて、みんな自撮りしてあったから自分もできるようになりたいって最近自撮りの練習を始めました。全然目線合ってないけど、また写真撮ってもらえるといいね、素敵な思い出ありがとうございました、というつぶやきをね見てね、確かになーと、そのまあなんかメンズノンノで今その連載みたいなインタビューみたいなしてるんですけど、そこにね、そこの精神ってね、やっぱこう俺みたいなもんがなんか軽く写真を撮ってあげるだけでもとんでもない喜びを与えることができるじゃないですか、喜んでくれるじゃないですか、ほなもっと慕ってもええなと思うんですよね。ただな、出待ちはやっぱ近隣の方で迷惑かかるし、道路がなんか問題があったりとかね、いろいろあるんですよ。しかも今コロナ禍でしょ、よくないんですよ。でもなんやったんやろうなという日々、ちょっとそれ最近いいシステムをねちょっと考えます。なんやろうな、何がいいんかね。